皆さん、アンバサー、私です。今日は、ミニバイパニックっていう、ミニバイクのイベントに参加してきたよ。暇ならゆっくりしていってね。以前、買ったばかりのハンター株で出場して、痛い目見たからね。今日は、新しく購入した、TM タンで、ガンガン行くよ。ただ、まだ一回しか乗ってないマスインなので、不安しかないよ。今日は、90分クラスの模様を、お送りするから、ゆっくり楽しみにしていってね。レースというより、みんなで楽しもうって感じのお祭りだから、いつもスタート前は、緊張してるんだけど、今日はリラックスできてます。レーススタート、いつもよりのんびりスタート。てか、いきなり渋滞してて笑った。こうなってるの分かってたからね。しかもまだ1回しか乗ってないマスインで不安だらけ。ガチのマジで最初は様子見します。うん、意外と登れました。今日は、駐車場、隣が、ポンコツライダーズさんと、森 TV さんだったんですよ。話もたくさんできて、ありがとうございました。さて、このガレバどういくか、結構難しそうだけど、レッツトライ。よっしゃー、この子いけるやん。うわー、あっぶねー、フロント浮いちゃって、危なく行くとこだったわー。この子、ハンドル全然切れない。そういえば、ハンドルの切れ角調整する、ネジついてるの忘れてたわ。全くいじってなかったわ。全然曲がらないんを。スクーターやん。車高低いと、ほぼ、持ち上げないと、ここクリアできなさそう。あ、これやばいやつだわ。やばいやばいよ、抜け出せなくなった。どうしよう。目の前にメイドちゃん来た。メイドちゃん、すごくうまい人だからね。ここは一発見せておかないとだよ。やっと脱出できた。ハンクラ使いすぎて左手が五輪銃した模様。やれやれだぜ。休憩した？もう休憩してやべえ、きついっすよこれ。どうすか、ちょっと。やべえ、ちょっと疲れましたもん。ドドド、どうしよう。いきなり HP 持ってかれて、マジマンジ状態なんだけど、まだ始まったばかりなのに。やべ、森さん行った。おい、GG さん、えい、
ほう、ここで、DB さんこと、馬場大輝選手の登場。新型 TTR110 で、華麗に登っていく。簡単な方は、塞がってるので、難しい方からトライ。出ないんですかすいません。やっぱダメでした。指一本でいいっすか。指一本でお願いします。マジ悔しい。あとちょっとでいけそうだったのに。なぜか、お姉になってた DB さん、ほんとありがとうございます。頑張って、きつすぎる。あれマジかよ、抜かされた。ハードエンデューロ女子のエリカ様。マジ早すぎて笑った。抜かされたどころか、周回遅れだよ。マジパネース。うわー、エリカ様に、めっちゃ煽られてるのー。エリカ様に周回遅れにされるわ、煽られるわで、ちょっぴり泣いちゃった、ピエン。てか、煽られてばかりじゃ、情けないし、そろそろ、私の本気と書いて、マジってやつ、周りに見せつけないとだよ。よし、行く。どういうことなの。いきなりフロント持ってかれて、マジマンジ。名物キャラのご船長 SK さん、おかもちつけて今日も、配達中、ミニバイパニックは、こういう異常者が、わらわらいて、ほんと楽しいねー、たまらん。あれどうしたんすか。やばい、お塩プロ。あれキックは、はい、キックはキックないです。バイクを押すと言ったら、この方、しもやんさん、押しの申し子らしく、セルが壊れる、さすがミニバイパニック。油断するとトラブルに巻き込まれる。さっきめちゃくちゃにはまったところ、小回りできないので、一旦、下がらなきゃならないんを。でもマシンが軽くてよかった。やぐっちゃんさん、早々に休憩してくつろいでいでました。事業募集したそうなので、お疲れなのでしょう。そういえば、
風魔さん、どこだろ？おい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 、なんだよこのトラップ、最悪や。結構、ガレバの走破性が良かったなーって思ったんだけど、リアタイヤに履かせてる、16インチの、ゲコタが良かったんだろうね。今日は、ドライコンディションで、柔らかいタイヤが、正解だったのかもね。でも、乗り手があれなので、全然、ダメよダメダメ、でした。グンセ大丈夫？オッケー！えい、こっち来れる？いけるいける、グンセいけるで。お、早い。グンセイ君は、四つ葉元の電動バイクのテストライダー、レース後、タケノコの里とグミクレタンを、グンセイ、ありがとう。あれ、まだレース終わってませんよ。ここ、休憩というか、もうレース終わるまでずっと痛くなりそうな場所になってて、わろた、きっと動けなくなりますぞ、ここ入ったら。ノーマルタイヤの株、ノーマルタイヤのグロム、やっぱこのイベント、変態ばっかりですな。このミニバイパニック、オフロードバイクじゃなくても、株やら、グロムやら、スクーターで出場できるイベント。一応、ハードエンデューロのくくりになると思うので、結構きついけど、ミニバイク持ってたら、とりあえず出場できるし、ほんと楽しいイベント、ミニバイク持ってるなら、みんなも出てみてはいかがでしょう。まずは、ミニバイパニックで、検索検索。やばいかなーって思ったけど、大丈夫そうでよかった。ミニバイクのいいところって、こういう時、車体が軽いおかげで、下敷きになっても、大怪我しないで済むところもいいよね。大丈夫ですか？大丈夫。ありがとう。ええ。頑張って。ありがとうございます。頑張って。ええ。ふぅ。気づいたら、ファイナルラップだったみたいです。とりあえず、90分は、軽く流しただけなんでこんなもんですよ。この後、本番の、120分クラスが待ってるからね。それじゃあ、
今日はこれでおしまいにしておくね。次回も暇なら、また見てね。それでは皆さん、アンバサー。